県は殺虫剤や家庭用品などを製造・販売するアース製薬と安全で安心できる社会づくりを目的とした協定を結んでいますその取り組みの一環としてアース製薬から支援物資が贈呈されました今月12日に行われた贈呈式ではアース製薬の古谷執行役員から志田副知事へ物資が手渡されました 今回贈呈された物資は除菌消臭スプレー1,040本とノンアルコールの種子全身洗浄剤530本アルコールとかだと、まあ、やっぱりこう長いこと使ってると手が荒れたりとかするんですけどこれはもう99.9%水なので、まあ、肌への刺激もないしどなたにでもどこの場所でも気にせず使っていただけるというのは大きな特徴になってます。 ももとと今回の,あの除菌消臭剤のところは何かがあった時の災害の時のための備蓄っていうことで県の方にお話をさせていただいたんですけど能登の地震があって県の方がちょうど行かれる時に使っていただいたような形でご提供ということでやらせていただきました。物資は石川県和島市の避難所へ送られるほか 被災地支援に向かう職員の感染症対策にも活用されています。